聖地リンドブルム。そこはかつて英雄オリビエが魔人ディアボロスの左腕を切り落とし封印したとされること。やはりあの伝承の裏にはシャドウもこちらへ向かっているわ。イプシロン、他の者たちと共に計画通り調査を進めて。お任せください、アルファ様。次回、聖地欺瞞の都、英雄オリビア、我々は歴史に隠されたあなたの真実が知りたい。